はい、レオンです。今回ね、メルカリの方で購入した Apple Watch バンド金属ベルト長さ調整器具付き 49mm のね、これ黒の開封&商品紹介ね、に実際にこのハロー3プラス2024の本体の方にね、装着してみたいと思います。これ届いても3日ぐらいになるのかな。680円でね、購入しました。もうちょっと値段高かったと思うんだけどね、800円ぐらいだったかな、ちょっと忘れたんだけど、値引きしてもらって600円ぐらいにできないかなって言って言ったんだけど、できないって言われて、こういうブラック、これ金属ベルトですね。これの最近買ったやつ、初めて。これキモックのピンクゴールドの金属バンドなんだけど、金属ベルト、金属バンド、ベルトって言わないよな。こういう感じでステンレス製になってね、なって、これは違うメーカーみたいなんだけど、これ実際に開けてみたんだけど、長さも調整したんで、受け取りの評価しないといけないから確認する必要があるので、一回開けたんですよ。こういう感じで、普通つながってるんだけど、これ外れて、こうやって別々になってましたね。こういう感じで、これね、この幅が本体と接着、装着する部分、これ 34mm になりますね。取り節もちゃんとついてるから、この工具のピンも、このここのピンも、部品のピンもついてるから、こういう感じで、で 34mm、 こういう感じで、早速ちょっと紹介していくんで、3日ぐらいになるのかな、届いて。ちょっと覚えてないんだけど、これですね、こういう箱に入ってました。でこれが説明書ですね。これが保証書みたいになってるんだけど、こういう感じで、カスタマーサポートのなんか品質保証カードって書いてます。これ Apple Watch バンドの長さを調整する方法、これ QR コードで読み込んで動画見ることができるんじゃないかな。こういってチェーンの取り外し&取り付け方法、こういう感じで、でこれが工具になってるんだけど、取り外しする際の。これなんか入れてね、ここに緩めて、これ正確の使い方はここに、これは外さないんだけど、ここに間にベルト入れるんだけど、こうやって締めていくんだけど、これでピン外していくんだけど、なんか上がっていってね、このバンドが。で、ここなんか、こう割れてるんですよ、なんか。これ一応もう出品者に行って、一応評価はお互いに良い評価にしたんだけど、別に問題ないということで、これ他にもこのキモクのやつもあるから、あれも使ったりしてやったんだけど、これ外したやつですね、俺が。これ最初からもう長かったから、俺が外したやつで、これが予備の工具のピンと、この下のシルバーのやつがベルトのピンですね。で、これがバンドになってるんだけど、こういう感じで。
黒かっこいいですね。ちょっとこれ未使用に近いって言ってたけど、ちょっとこう擦れてますね。ここでわかるんですよ。何度も取り外ししてたらこういって擦れになるから、まあいいけど安かったから。これもかっこいいですよね。早速ちょっと装着していくんで、金属ベルト増えてるからさ、他にもあと2つぐらい 3つぐらい買ってるから。あ、2つだな、金属ベルトは。これも気に入ってるんだけど、最初に買ったやつですね。記念すべき。これがここでね、でここで、でこれでこうやって、ちょっと緩いですね。わざと俺緩くしてるんで、こういう感じで、こういう感じで、こうやってならないからね。ここがここそこまで緩んでないから。最初長かったのさっき外したのがあったんだけど、あれ2つぐらい外したのかな。もう緩かったから、とっても最大の長さだったからいいでしょ。俺の大好きな綾瀬はるかです。20代前半の頃のかっこいいでしょ。こういったね、こうやって、はい、こんなもんにしようか。取るのがちょっと多いもんだから、最低10本ぐらい取らないといけないからね今日。こういう感じで、あ、これこうやった方がいいな。はい、今回ね、このメルカリの方で購入したアップルウォッチウルトラ249mm 用のこの金属製バンドを、このハローウォッチ3プラス2024の本体の方にね装着してみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。はい、あ、これも別に見せた方がいいな。でよ、こうやって止まってね、最大にした方がいいか。長さ的にこうだな。はい、こういう感じですね。はいはい、失礼します。